皆さんこんにちは、今回は簡単工作プラカップコントラバスというものの作り方を皆さんにお見せしたいと思います。まず材料は、割り箸です。このような割り箸を今回用意しました。ちょっとこちらが幅が広くて、ここがこんな風に細くなっています。はい、それからプラカップ、プラスチックカップ、これは今回400ml のものを用意しました。それからプラスチック画鋲、針の部分がちょっと長い、このくらいの長さのプラスチック画鋲が一つ。それからハリス釣り糸、今回は8号のものを用意しました。だいたい長さは50センチから60センチぐらいあればいいと思います。それから輪ゴム、シャープ18番の輪ゴムが1本、あとこんな風なちょっと飾りも用意してみました。この辺は自由に作ってみてください。はい、ではまず最初に作り方を説明します。最初に割り箸をこのプラスチックカップに両面テープでこんな風に固定します。で、両面テープを貼るんですが、貼る場所ですね。まずカップのこのここから、そこから縁までの部分の長さを確認しておきます。で、ここに両面テープを合わせて、こんな風に下まで。はい。で、少し長めのところで、このぐらいですね。はい、このぐらいのところで切っちゃいます。で、次にこちらをくるんとこんな風に割り箸の下を巻き込むようにして貼り付けます。で、この状態で裏側の、保護シールを剥がします。剥がして、内側、中の部分ですね、中の部分のちょうどそこに、ぴったりつくように、そこの部分、そこまでしっかり入るように、中からこんな風に一回そこに当てて、それからあとは、縦位置がまっすぐになるようにこんな風に、プラカップに固定します。これが出来上がりです。こうなります。次にこの画鋲を使って、そこの中心にこの8号のハリスが通るくらいのちっちゃな穴を開けます。あまり大きな穴を開けると、後でちょっと糸がここを引っかからないで抜けちゃうことになります。ちっちゃな穴を開けます。開けたら、次に画鋲を、ここの割り箸、そこの部分見えますか？こちらの割り箸がこういうふうに外れないように、ここをちょうど割り箸の上の境目のところ、こんなふうにしてぎゅーっと差し込んじゃいます。ちょっと見づらいですけど、わかりますか？こうなります。こんなふうになります。で、この針の部分でこの割り箸がこちら側に浮き上がるのを防いでいます。中から見ると針の部分が見えるの分かりますか？こんな風によろしいでしょうか？こうなります。では次に、先ほど開けた穴にハリスを刺しますが、ハリスがこのままだと穴からスルッと抜けてしまうので、片方の端っこを玉結び、こんな風にしてピーッと玉結びをして、ハリスの先にこのような団子を作ります。で、この団子を作ったら、団子のない方から先ほどの開けた穴にハリスを通します。で、引っ張ると団子の部分が、このようにここに引っかかるので、ハリスはこれ以上抜けてきません。
先ほどのこの穴大きすぎるとこの結び目が抜けてしまいますので、もし大きな穴を開けてしまった場合には、2回3回とこの玉結び団子結びを作って大きな団子にしてください。はい、これで一応ここにこんな風にハリスがコップの中から出てくるような状態になりました。あ、次はですね、このハリスをこの先ほどの割り箸の上から出ている部分の頭の部分に引っ掛けて裏側にこんな風に持ってきます。はい、こんな感じです。わかりますか？はい、こちら側にハリスが出てますね。で、裏側に、はい、ハリスの先が出てきました。で、ここでちょうどプラカップの真ん中あたりにこのハリスの折り目が来るように、こんな感じですね、わかりますか？折り目が来るようにここを結んでしまいます。こんな風に結んで、はい、輪になります。こんな感じです。はい、輪ができましたね、見えますか？はい、で、これが先ほど、はい、こんな風にハリスを折り返してちょうど真ん中あたりにこの輪の先が来るように、はい、結んでください。はい、あとこの端の部分はいらないのでハサミで切り取っちゃいます。はい、で、こうなったら次に輪ゴムを先ほどのハリスのところにこんな風に通します。で、こちらを2つ合わせて引っ張ると、はい、こんな風になります。こんな風になります。わかりますか？はい、じゃあこのような輪ゴムの先を、これ二重になっている部分をここの先ほどの画鋲に、はい、こんな風に引っ掛けます。はい、なんとこれで出来上がりです。プラカップコントラバス、あと最後この飾りですね。はい、これも両面テープなどでこの上の部分に、はい、こんな風に貼ると、はい、出来上がりです。では一際に音を出してみますね。こんな風に貼って押さえて、いいですか？はい、こんな風になります。プラカップコントラバス。はい、で、さらにですね、細かくいろいろなことをここに手を加えていくと、はい、プラカップギター、こんなものにも変身します。ちょっと音出してみますね。はい、ということでプラカップギター、作り方は先ほどのこのコントラバスのここの部分ですね、ここの部分にエナメル線とか何でもいいんですけど、こんなような細い針金でも結構です。で、ここにフレットというものをこんな風に巻きつけながら、はい、あとはペンチで最初は軽く締めてもらって、裏の部分ですね、こんな風に、はい、で、こんな風に音階、正しい音階にするためにはこの感覚がとても大事です。で、最初は緩めておいて感覚を何度も調整しながら、はい、こんな風に2本目3本目という風に巻きつけていきます。で、この感覚をうまく音階に合うように、はい、調整するとプラカップギターに変身です。はい、ということでプラカップコントラバス、プラカップギター、皆さんも作ってみてください。